旅はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。腰をの前にこの取り扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください。不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて、でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは、私だ。